モモンガ動画でまったり通信番外編。はい、はい、こんにちは。こんにちは。スーパー GT も早いもので、はい、第7戦終わりましたね。はい、残り1戦ですね。もう最終戦ですよ、次のデリが、はい、うん、早いですね。実は今年、はい、まあ、この間の男レースはテレビで見せたと思うんですけど、はい、あの20周年っていうのが実際だと思うんですけど、はい、はい、出てたんです、はい、なので実はですね、今年スーパー GT って、はい、前身の全日本 GT 選手権から数えて、はい、20年なわけですね。はい、はい、で、まあ、20年いろいろあるということで、うん、モアさん的に何かこう、はい、うん、思い出に残ってるレース的なものはありますか？はい、ありますありますか？ありますちょっとそれをですね、はい、聞いてみようかなと。あ、なるほど、はい、いつですか？2011年の一昨年ですね5000鈴鹿ポッカサマースペシャル、まあ、鈴鹿ですね。鈴鹿ですね、はい、はい、でその時にあの私最後のレースクイーン時代だったんですけど、所属チームはエスロードモラです、はいはい、でモラでレースクイーンやってて、でその鈴鹿でモラは82キロのウェイト積んでたんですね。重かったですね。重かったですね、はい、でなのに、まあ、雨で予選でポールポジションを取って、はい、そのポールスタートでだったんですけど、途中7番手ぐらいまで落ちちゃって、はい、で2回目のタイヤ交換であのちょっと勝負に出てスリックタイヤ、まだちょっと雨あったんですけど、はいはいはい、スリックタイヤ出てって、でそこからラスト10周あたりから他より4秒ぐらい速いタイムで乾いてきてで追いついたんですよね、トップまで、はいはい、だけど最後あのずっとレインコンディションで時間が長くて時間制限があったんですよ、ね、その時。そう、はい、で時間制限があるは最後のもう3週ぐらいで雨が降ってきちゃって、トップあのその時ドームが走ってたんですけど、はい、結局追いつけずに終わったっていう、すごい18分しかしましたね。そうなんですよね、はい、その時のレースがすごいこう何ですかね、いろんなことがその時間制限があって、はいはい、82キロのウェイトでそうやってスリックで追い上げてくるとか、そういうなんかいろいろな何ですかね、ドラマがあって、うん、自分の中でもうずっとこうやってモニターを見てたんですけど、やっぱ自分はその時ポールポジションのグリッドとかも立ってたんですね。その時泣きながら立ってたんです。あの初めて500のポールのグリッド初めて進行したんですよ、自分が。前誰もいなくて最後あの遅れて入ってくるじゃないですか。そうですね。そうなんです。あの見たことない方もいるかもしれないですけど、はい、スーパー GT では、グリッドの一番後ろからレースクイーンがこう、はい、わらわらっと入ってきて、はい、各グリッドで一人ずつ止まっていって、うん、で一番最後にポールポジションのレースクイーンが立って、はい、ボード持つと。ボード持つ、はいはい、車も一番最後にこうゆっくりこうわーって前ながら、ね、柿を開けて入ってきますわな。その瞬間もう涙ですね。もう本当に感動しました。雨降ってたんで、あのもうそれと一緒にこう流れてたんですけど、あのその後ポールポジションだったんで、はい、高次郎さんとあと滝口里奈さんが、はい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 、J スポーツのこう生放送で、はい、あのロニー選手と柳田選手のインタビューしてる後ろで私はこうやってあの映ってました、 J スポーツにメイクボロボロな。そうですね。なんかもう雨で前髪とかもぐっちゃぐちゃの状態で悲惨な会社なんです。そういう意味でも思い出深い。そうですね、すごい、気が、まあ、レースは気が気じゃなかったですけど、はい、まあ、そのドロドロになって雨の中マシンが追い上げていく姿すごい感動的で一番思い出に残ってますね。なるほどね、うん、まあいろんなレースがありましたよね。そうですね、そうですね、そうですね、うん、はい、ちなみになんか雨が降るとどうたらこうたらっていう、雨が降ると、あ、そう、私結構グリッドボード自分が担当すると雨のことが多くて、サードさんでレースされた時ダンロップタイヤだったんですよ、ね、そうですね。その時はすごいチームの方に喜ばれておりました。あ、雨強
強いですからね。そうなんですよ、はい、そうなんです、はい、まあ、20年もあると、うん、まあ、もう全部見てるわけではない、現地で見てるわけではないんですけど、そうですね、あ、まあ、いろんなドラマはね、それぞれありますよね、うんうんうん、なんか最近で言うと、あの2012年の開幕戦の38号車と100号車のバトルも、あれ良かったですね。あれ良かったですよね、はい、開幕からこんなものを見せられて今年どうなるのって思ってました。ありましたね、はい、まあ、ちょっと山本直樹選手的にはですね、うんうんうん、ものすごい負けて悔しそうな、うん、そうですね、あの涙が印象的でしたよ ね、 ましたね。そしてもそこからすごい山本直樹選手のファンになりました。なるほど、うん、僕もあの取材とかで、まあ、はい、いろいろあの話はしていて、うん、別に立川さんと仲悪いとかそういうことはないんですけど行け！あ、もう行った！みたいな感じで見てました。うーん、何で、なんだろう、ベストレース、どれの中でもベストレース近い。あ、平野さんのベストレースもやっぱ2012岡山です。うん、近いかもしれないですね、うん、なんかやっぱりこういう勢いのある若手っていうのもなんかいいですよね、応援したくなりますよね、うん、あのなかなかやっぱ勝ててなかったので、それまで100号車っていう意味でもそうだし、なるほど、その山本直樹選手っていう意味でもそうだし、うん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 、勝つと多分なんかいろいろ変わるじゃないですか。そうですよね、なんかこうブレイクスルーじゃないですか、うん、打ち破れみたいな感じで見てました。なるほど、はい、すごい感動的なレースでしたね、うん、そうですね、うん、まあ、あれがあったからこその今年の鈴鹿のあの涙っていうのもある、ね、いやー、あれもちょっと思い出しただけでちょっと泣きそうなぐらいすごいいい涙でしたね。いい涙でしたね、はいはい、うん、まあ、そんなこんなで、はい、まあ、色々ベストレース等々もあると思うんですけど、はい、J スポーツさんでは、はい、俺たちのベストレースと題してですね、うん、はい、ドライバーが選ぶ、うん、ベストレースを選んでたわけですが、はい、うんうん、なんかでは今年もあるらしいということで、はい、こちら J スポーツさんのホームページです、はい、はい、モータースポーツファンが選ぶというのが今年はついておりまして、うんうん、ファンの皆さんがどれがベストレースだったかというのを選んでもらうと、はい、なるほど、はい、いう企画が現在進行中でございます。はい、いろいろありますね。写真見ただけでなんとなく、そうですね、あれねって思い出しちゃう自分もちょっとなんか、そうですね、あれかな、キルスイッチなんか、まあ、ありましたね。ありましたね。ありましたね。スリーワイドもこう、もうすごい有名というか、ね、そうですよね、ガンガン流れましたからね。ねえ、ですよね、はい、これです、2007年、うん、っていうのをやっておりますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、プラス、12月にですね、はい、どうやら放送が始まるらしいので、うん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 、はい、こちらもぜひ見ていただきたいなと思います、はい、ちなみにこの投票期間が、11月10日まで、はい、で、このサイトの中で、はい、投票受付中で、はい、発表が、11月23日に、はい、ちょうどジャフグランプリやってるんですけど、はい、その放送の番組中で発表されるらしいです。うん、楽しみですね。楽しみですね。どれが1位になるのか。うん、うん、ここにないものでも投票できるらしいですね。できるらしいですね。うん、なんと抽選で何か当たるようですね。何か豪華景品が当たるようです。私もちょっと応募じゃあしてください。はい、してみます。はい、私もしようかな。あ、ですよね。ということで、はい、ベストレースについて聞いてみました。はい、はい、皆さんもぜひ、はい、振るってご投票ください。ご投票ください。はい、はい、ではそんな感じで、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。